皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございます2日に1回三峡ダムこのチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします8月8日地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です 調光水理委員会によると、今朝6時の時点でダムの水位は157メートル34おとといと比べると60センチの下げ、先日まで160メートル付近で安定していましたが、直近では低下しています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。 昨日の午後3時の時点、上流の寸端観測所の流入量は毎秒1 7700立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒2 1800立方メートルでした差分については毎秒4100立方メートル2日前と比べ、上流の寸端観測所はマイナスの200で三峡ダムは1300増えたことになります一方、今朝6時の放流量は毎秒1 8700立方メートル 計算上は60%の発電状況で19基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます今月6日と比べるとマイナスの2800ですからさらに放流する量を絞っているようですこの件については後ほど詳しく中国の湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します 黒で示す放流量は、しばらくその量を維持してきましたが、昨日から急激に絞っているようです。毎秒2万立方メートルを切るのは、およそ1ヶ月ぶり。緑のラインの流入量は減少傾向でしたが、上流で増水したこともあり、直近では増えています。流入量が放流量を上回ったことから、水位の方はわずかばかり上げています。 さて、長江の下流の洪水はすでに収まっているはずなのになぜ昨日から突然放流を絞っているのか少し疑問なところです衛星写真でも確認できる通り三峡ダムでは今中央の洪水履きは閉じているため放流される水はすべて発電のために使われその電気は浙江省や江素省そして上海など遠く離れた東部に送電されますその中国の東部では今猛暑により電力需要が増加している最中 今こそ発電を増やし、その存在意義を大いに宣伝できる機会なのになぜそうしないんでしょう。加えて、ダムの水位は例年に比べてまだまだ高い水準ですから、本来ならば水位をもっと下げないといけないはず。私たちの知らない発電設備の不具合を抱えているのか、あるいは他の理由があるのか。何かしっくりこない違和感を覚えます。 超高流域では一連の洪水が落ち着いたと思われていましたが、また各地で大雨になっているようです。レコードチャイナが昨日伝えたところによると、降雨と高温融雪の影響により、遼寧省、吉林省、内蒙古自治区、新疆ウイグル自治区、重慶市などで、新たに9本の河川で、警戒水位以上の洪水が発生したとのこと。今の地域を聞いて、このチャンネルではあまり出てこないところもあり、首をかしげた方も多いかもしれません。 ただ、該当地域を地図にプロットすると、なんとなくその理由がわかりそうです。ご覧の通り、南西から北東にかけた長い地域。先日の動画では、ウィンディーによる雨雲チェックの際に、このように長い帯になっているとお伝えしていたところ、北朝鮮の被害もそうですが、特に北東の地域では、大雨による洪水被害が出ていたことになります。そしして一番西のととこころがが重慶になりりちらでもまままった雨が降りました雨降 また直近では水色のラインの間で雨となっていますなかなかあちらの天候も落ち着かないですねウィンディーで12時間の実績を見てみますこちらは今朝6時までの様子超高よりも北側での雨が確認できます雲の様子を見ていると線で示した間の各地で雲が湧き立つ様子も見られ場所によっては強めの雨になっていると推測されます 次に今後の予想を見てみましょう。週末にかけて三峡ダムの上流、重慶や四川盆地あたりで強めの雨になる時間帯がありそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が38度、最低気温が26度で曇り時々晴れの予報。これまで洪水続きの超高流域、ひとまず落ち着いた感はありますが、次のピークはどこに来るのか注目したいと思います。 番組の途中ですがここで臨時ニュースです中国東部で記録的猛暑43度超えも電力需要急増ロイターが伝えています記事によると中国東部が記録的猛暑に見舞われています高蘇省石膏省の沿岸都市では国書が最長で後10日続くと予想中国国営中央テレビによると中国東部と北西部では石膏省高蘇省上海安基省新疆ウイグル自治区でここ数日間に最高43.9度まで気温が上昇 国家電網、石膏電力は先月から電力使用を日中のピーク時間帯とずらすため、電気自動車、EV の充電を夜遅い時間に行うよう推奨しています。以上、中国東部で記録的猛暑、43度超えも電力需要急増についてお伝えしました。<noise> 西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。 あれだけ太陽光や風力、そして水力発電を整備し、すごいで中国と宣伝しているのに、蓋を開けると電力供給が厳しいので、夜中に EV の充電してねとはお笑いネタ。三峡ダムなど、西部で作った電気を送電網を通じて、上海にまで送っていると、ご自慢のシステムが実は機能していないようです。そもそも、ちゃんと送っているのでしょうか。先ほどお伝えした通り、直近で三峡ダムでは放流量を絞り、発電量が激減しています。 関西メディアが宣伝するバラ色の記事と現実世界のギャップが気になって朝も眠れません日本の気象状況について確認します今朝7時までのレーダーの実績北海道の東部で雨雲が見られ強めの雨になっているところもありそうですその他はおおむね晴れているところが多いかと画面の下にはいかにも怪しげな雲の塊が見られます ニュースを見ていると、午前4時ごろに台風5号マリアが発生したとのこと、気象庁によると、北上するようなので、今後の進路に要警戒です。何かと注目されているチベットで、中国は大規模な水力発電建設を計画しているというのをご存知でしょうか、チベット自治区を流れるヤルンチャンポ川で、巨大な水力発電設備を作ろうとしています。 この川はインドとバングラディッシュの重要な水資源となっており、考えようとしても活用されているようです。その川にあの三峡ダムを超える規模の構造物を作ろうと検討されており、そのダムの名前はメトクダム。水力発電の規模は計画段階で6000万キロワットですから、三峡ダムの3倍弱。位置関係を確認しておきます。 ヤルンチャンポ川はネパールの北側を流れて東に進み、国境を越えるとブラマプトラ川に名称を変えます。そしてガンジス川と合流し、ベンガル湾に抜けます。ちなみに、4年前から発生しているインドと中国の国境紛争の場所は赤丸点線の辺りになるようです。 また、計画の中では、せき止めたヤルンチャンポ川の水を分水して、黄河に流すというヤバい構想も含まれており、もし建設されたとしたら、下流の国は干上がります。ただ、ネパールよりも北に位置する地域のため、建設現場での資材と労働力を確保するには、かなりのコストがかかるはず。2021年の全人代で、計画が正式に発表されていることから、最終的には建設されるでしょう。 川の上流で蛇口を閉める意図があるのか、今後に注目したいところです。三峡ダムは中国湖北省の偽証市というところにあり、断面図で見るとこのような感じとなります。偽証市の海抜は約60メートル。基礎岩盤まで50メートルほど掘り下げています。その岩盤の上に175メートルの重力式コンクリートダムを建設しました。 普段、日本の地上波では、ほとんど伝えられることがない三峡ダムですが、2022年にはテレ朝と TBS の合同取材が実施され、なぜか時期をずらして日本でも放送されています。その映像に出てくる現地の村の幹部は、次のように述べています。このダムは、100年に一度の洪水にも耐えられます。ここの地盤はとても硬いのです。 ダムの下の地盤は一枚岩の花崗岩のため、非常に固く安心だと、幹部は強調したそうです。YouTube の動画でも残っているので、2023年12月現在、今でもそのインタビューを見ることができます。過去に、国営新華社通信は、巨大ダムを誇らしげに思うあまり、三峡ダムは1万年耐えられると豪語したのは有名ですが、その後、1000年に修正され、最近では100年で落ち着いているようです。 三峡ダムのままとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど三峡ダムって何一体何が危険なのなど初見の方にも分かりやすい内容となっています概要欄にリンクを載せていますのでぜひ一度ご覧くださいここまでご視聴いただきありがとうございますこの動画が良かったと思われましたらグッドボタンをああもう一つやなと思われましたらバッドボタンをお願いします YouTube の仕組み的にグッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。